役目は終了。水揚げにするのはたっぷりの糖を含んだこの液体だ。あとはひたすら熱して水分を飛ばすのみ。30分ほど煮込むと麦芽の水飴が完成。穀類 100% でできた水飴は体に優しくまろやかな甘さで、なので北欧ではよく飲まれているという黒糖。体も温まりそうだぞ。そしてつまみには半年かけてやっとできた漬物を。自家製の奈良漬けだ。作り始めたのは去年の夏。奈良漬けの素材に選んだのは細長いスイカのような島ウニ。島ウニはウニの中でも比較的身が締まっており、奈良漬けにするにはもってこいの作物。全ての綿を取り除いたら天日干しして表面を乾かす。次に中の水分を抜くためにたっぷりの塩を入れて漬け込む。すると一晩ですっかり漬物らしくなった。